使い黎明期、星さん。不老者の初夏の主人公が魔法適性があるということで魔法学園に入学して、そこでロリババアだったり巨乳の優等生とかと学園ライフプラス冒険者をするというナロー系ファンタジー漫画。作画がクッソ激烈にお上手であり、ロリババアのパンモロだったり巨乳優等生のローアングルの作画の見せ方だったり、トーンの張り方、衣装デザインの秀逸さなど凄すぎてあんこが震える十分実用に頼る作品。主人公は魔法使いの面汚しの劣等生であり、この劣等生を中心にそのファンタジー世界の世界観だったりとか、魔女や魔法使いがまだ盗賊とか野党と区別のつかないような時代にどうやってこの世界は魔法使いの地位や権力を確立するようになったか?みたいな感じのシナリオを、落ちてくるクエストを消化しながらやんわり見せていく作品。シナリオの導入の仕方がクッソ激烈にお上手で、すんなりとシナリオに入るし、獣落ちと呼ばれる獣人になっちゃう呪いだったり、魔法使いと教会が敵対関係にあり、魔法使いは常に教会のクルセイダーたちに狙われているとかそういうスパイスの要素だったり仲間になる人族たちのバックグラウンドの書き方、鉄砲玉だった奴がデレに変わるホモ展開とかとてもよくできている。作画もシナリオもクッソ激烈に面白いのでとてもおすすめの漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。